はいどうも、本日はスローサーフィンの2本目のギターっていうのをちょっと試しに入れてみたいんですけれども、これはスペシャルプロトタイプの板バネの方のアーム、これあんまり登場しないんで珍しいですけど、ね、ビグスビーアームじゃない方ですね。これでカポタストをつけまして、ちょっと上の方でこういう感じで、今これはですね6カポになっています。というのも、この曲のキーはE フラットに設定してありまして、前回やりましたベースとギターというのは半音下げで弾いたんですね。なのでこれももし半音下がってたら5カポなんですけど、ここまたややこしいことで、こいつ普通のレギュラーのチューニングだったので、6カポになったと。はい、ややこしい人にはすごいややこしいと思います。はい、僕は あんまりこう何つうの、位置は気にしないので、こういうのもまあ気にしないでやるんですけど、ちょっととりあえずやってみます。チャラララララ、ドラム、ベース、ギター2本を取り終えたところで、ちょっと考え方を変えまして、もっとトラックが空いてた方がいいっていうのと、最初の1本目のギターがちょっといまいちだったかなと思いまして、1本目のギターを消しまして、ドラムをまとめました、一つに。なので、でまたその1個目のギターをもう一回今から取ろうと思いますが、なのでチャンネルがだいぶ空いたですね。はい、なのでその1個目を今からちょっともう一回やりたいと思います。ささっとやっちゃいます、間違いなければ。
うん、じゃあこれであと 4つあるってことだよね。牛の胃袋みたいに4つありますよ。